どうもこんにちは、ナッチでございます。裏チャレンジだ。あ、待って、受け取れない疑惑。いやだな、これからやるの。なんかないのかな、これ全部チェック入れて一気にさ受け取るとかさ、もうこれ嫌なんだけど。これ一時受信をしてさ、こう OK まで押さないといけないっていうね。受信だけで受け取ってほしいね。これなんか Wi-Fi 切った方が早い気がするんだよね。ちょっと早いよね。なんか Wi-Fi 繋ぐと遅いんで。てか俺の体熱っ。なんでこんな熱いってぐらい熱い。熱でもあんのかってぐらい熱いですね。手も熱いのに、体の方が熱い。僕ね、手冷たいってよく言われるんですよね。ガンフェスで握手した時もさ、ナッチさん手冷たみたいな言われたんだけど。あ、ちょっとじゃあ、玉柄受け取りながらガンフェスの話をしますけど、ね、前回のガンフェスではちょっとね、どこにいるかとかツイートしなくて申し訳なかったです。なんでかっていうと、まあそのことを大きくしてガンホーさんに迷惑かけれないっていうね。ライブのとことかさ、あとはフードコートに列とか作るわけにもいかないんで、まあこそこそとねやってましたけど、だからそのたまたま会えた人にしか挨拶とかできなかったんですが、まあ、それは本当に申し訳なかったです。でまあ今後ね、そういうパズドラとかガンホーのイベントで僕がそうやってね、開くわけにもいかないと思うんで、そういうブースを。だからまあ、個人的にね、事務所と協力してイベント作ろうと思ってますんで、ぜひ、その時に足を運んでいただければなと。なんか物を渡したかったのにとか、たくさんそういうリプライもいただきましたが、そういうのはね、事務所に送ってくれれば届きますので、お願いします。はい、行きましょう。裏チャレンジダンジョン、初見です。ドラゴンゾンビっていうことだけは知ってます。だからキャラクター以外初見、敵の行動は知らない。もしかするとまたあのライン翼型のオデちゃんが頑張るかもしれませんが、とりあえずご利用してみよう。無常の怨念、なんだ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 、千万ね。5ターン内で猛毒発生。1ターンなのかお前、この見た目で。この見た目っての失礼だけど、ウェイ組むとね、ネイちゃん普通に1000万出すんで、ウェイ組まずに殴ってこうかな。ツイッターでスクショとか見る限りだと、別にゴリ押しでもみんないけてるんだよね。メリオダスとかでも全然勝ててるんで、だから今回は999段耐久とかしなくてもいいんじゃないのかなと思ったけど、早速まずいよね。回復ないよね。今のがまた来たら、オダブツだよね。そしてこの醜い盤面である。大丈夫かな。8コンボはしないとね。よし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 。ただダメージがもう受けれない可能性が。4199、何があったんでしょうか。そしてまずいね、この猛毒はまずいね。猛毒ゲーですかこれ。まあ分割して回復も分割したいんだけど、一旦ウェイ。いや大丈夫か、ちょっともったいないことしたぞ今。いやこれ厳しいでしょ、いろいろと。めちゃくちゃめちゃくちゃ、なんでそんな弱いの、その後が。なんかちょいちょい弱いんだよね。まあそれはいいとして、ちょっとまずいよ。え、みんなどうやって押してるんだこれ。陣連発かな、そういう攻め方ですかね。猛毒の落ち込ん、この暗闇が一番ね厄介。これが 7×6 だからなんとかなってるって感じはしますね。
ハチコンボできなかったからさようならですよね。あらあら、耐えました。これリュエル使おうか。風神はいらんのでリュエル使って色出して、毒は確かつなげた方がいいんだよね。いやでもこの量つなげるってもう自殺行為だと思うんだけど、大丈夫ですかね。できれば回復をね3分割とかしたいんだよね。でもそんな余裕がないんだよね。怒涛の落ち込ん、怒涛の落ち込ん。俺はゴンゴン案件、ただかなり削った。ワイルドキャッツ持ってきちゃったよ。チャレ中の残りで持ってきちゃいました。まあそれはいいとして、どうせ変換したら欠損するんでね、ないよりはマシなんですけど。割とコンボしてもいいんだよねこういう系って。もし半分削った。なんだ、火力が上がった 1.5 倍、怖っ。三河下まんないしな。じゃあ猛毒消しながらまた殴りましょうかね。怖いな、 1.5 倍地味に怖いぞ。パーン。まあでもバカみたいに火力高いとかそういうわけじゃないから、そこは助かるよね。まあ猛毒使ってる以上火力は控えてほしいですけど、ただその耐久がいつまで続くかなって話。痛い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 。これは延長してゆっくり考えよう。キー2コンボの闇1コンボね。猛毒は一応あるか。わざわざでもね猛毒組まんでもいいんじゃないのっていう話なんで、何もと火もと今回はだいぶ時間があるはずなんで、ゆっくり考えて。はい、ありがとうございました。ドロイドラゴンでも入れてみる。ありじゃない、意外と。毒はそうだけど、暗闇がな。暗闇。一回入れてみようか。いや、難しいよ、なかなか。珍しくね、ゴリ押せそうな裏チャレンジダンジョンではあるよね。今まではなんか本当に耐久みたいな、そんな感じだったけど。最初からもうどんどん削ってこう。ちょっとあの野郎、毒弾かんかったけど。ねえ、毒弾くために持ってきてんだからさ、仕事はしてほしいよね。頼むよ。そう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 、素晴らしい。これドロイドラゴン適正説ありますよ。安全にね使うなら2体欲しいですけど、まあ1体いるだけでだいぶ楽ちんにはなるんじゃないかな。素晴らしい、ドロイドラゴンが素晴らしい。火属性でよかったなお前。たまにいるんだよねこういう火属性でありがとうキャラクターね。アバロンとかさ、まあドロイドラゴンは色的にそうですけど、アバロンなんて別にね闇とかでもよかったわけですからね。ラスボスが木っていうのがまたね、半分いってないよあなた。半分いってなくてもやるのかな。
50% になってしまったのかよう分からんけど、半分がね LINE かと思えば、属性変わってないのに今やってますからね、そういう仕様なのかな。まあでもさっきより明らかにペースはいい。ドロイくんが頑張ってる。今回は受けてしまった。これが意外と難しいんだよね、分割がね、お邪魔のね。陣は使うべきじゃないと思うんだよな、まだな。いやでもどうだろう、陣使ってもいい気がしますね。使おっか、使っちゃいます。ここで一回ダメージ与えといて、発狂があるか知らんけど、もうあとはこっちのねゴリ押す戦いなんで、ウェイは組まん方がいいよね。この分割が単純に難しいっていうのありますよね。こんな感じにしとこう。茶金入ってますね。まあいいや。あー結構なゴンゴンが入った。もったいないな今の。僕の茶金のせいですね。あとはドロイドラゴンくんの働きにかかっております。頑張れ、弾け、よし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 、いいぞ。ここでじゃあデュエル使っても倒しに行こうか。いやいや、どうだどうなんだ、発狂があるのかないのかそれ次第なんだよね。あるとしたらここでリュエル使っておそらくちょっと残って負けるパターンなので、ここももう一旦おとなしくいく。もうねスキル使ってねちょい残しみたいなのもうやりまくってきたんで、このパズドラ人生でね。なのであえてスキルを使わずにもう一旦耐えて次倒します。多分それがね、それで勝てるはず。ダメでした。発狂ライン難しい、調整頑張ろう、そのうち勝てそう。序盤にどれだけねゴリゴリいけるかっていう話ですね。茶金はダメだって。だからくっそ、今の絶対いらんかっただろう、結構減ったけど。ドロイ君仕事してくれ。サムネはドロイドラゴンだな、間違いなく。たまにサボるけど絶対いないよりマシなんでこいつ。まああれは5にして正解だったかな。よし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 、毒は弾かないんだよな、なんかな。毒も弾いてほしいんだけど、一番弾いてほしいのはでも暗闇かな。個人的に暗闇が一番苦手ですね。頑張れ頑張れ回復。ちょっと押されております。お邪魔弾くよねこの子ね。よし、なんかあの後から来る弱い割合は何なんだろうか。あれ割合だよね多分、軽減してるとはいえ元が相当弱いんじゃないか。さあこれで起こるはずです。そして欠損です、まさかの。これは姉ちゃんを最後に取っとこう。でここでデュエルを使って姉ちゃんで最後ゴリ押す。まあでもさっきゴン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 言っとったからな、発狂の調整が本当に難しいゲームかな。闇の量が少なくて怖いんですけど、ここでまた目覚めが入って、
怖いな、なんか欠損率が高くなってきそう。オッケー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 、弾け、オッケー、ここで倒すしかないでしょ、もうこれで。いや怖いなこれ、もうひたすら3、ひたすら3の分割、闇とかそんな考えんな、もうひたすらこうやって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 、まあそこ固まっとけ、そうやって。これで茶金とかで落ち込んこなければいけるんじゃなかろうか。イエス、3回目ぐらいですかね、勝てました。しょぼいなちょっと経験値とか、レベル10であれかよお前、相当やばいだろ。進化後でこいつ落ちるってのはいいね。でこいつ確かね、なんかに使うんだよ、ナインガルダだったかな。だからこのまま進化させてもね、別にプラスも最終的にはラグドラに入るんで、このまま使っちゃおう。はい、ということでございました。いや僕にしては珍しく耐久じゃなくてゴリ押してみたんですけど、試行錯誤ゲーって感じかな。あとこいつが強いよっていうお話でした。ドロイドラゴンね、おすすめなんでぜひ使ってみてください。ということで以上、裏チャレンジダンジョンでございました。バイバイ。